目に映るのは天使かな、ときめきに光る魔法。あなたの個性で完成するピープルドリブン SUV カローラクロスデビュー。あなたの個性で完成するピープルドリブン SUV カローラクロスデビュー。目に映るのは天使かな、ときめきに光る魔法。思い当たるのはまだ多分世界で誰もやったことないことをチャレンジしているっていうことですかね。360度バーチャルスクリーンプラス天井プラス床もバーチャルスクリーンの中に車を置いて、でアーティストの絵画作品を立体化して、その中をあたかもカローラクロスが走ってるっていう、今の若い人と距離が近い、でストリート出身のアーティストの人とやるのがすごくそのこのカローラ SUV に合うんじゃないかなと思っていて、少しちょっとアーティスティックな広告になりそうなところをバウンディさんの音楽がちょうどいいポップさというか、なんですか、メジャー感みたいなのを味付けしてくれて、やっぱり彼独特のすごい才能なんだなと、あの楽曲をもらった時にすごい思いましたね。 CM 自体はすごく型を破った先のかっこよさみたいな、もうもはや CM っていう枠から外れたところを目指そうみたいなテーマで始まってるので、それに少しでもあ面白いなって共感してくれた人はカローラクロスを乗った時に、あこの車ちょっと面白いなと思ってもらえるんじゃないかなと思っています。